山口敏太郎のパチモン天国。これは中国で買ってきた、フィギュアです。非常に怪しいですね。ミッキードラえもんでしょうか。ドラマウスでしょうか。ね、ドラえもんとミッキーマウスが合体したようなやつがいます。横はですね、鉄腕アトムとミッキーが合体したような鉄腕マウスでしょうか。ミッキーアトムでしょうか。このサザエボンと似たようなテイスト。非常にパチモン臭くていいですね。なんか書いてる。なんか変なブランド名を書いてますけど、よくわからない言葉を書いてますね。まあこういうものが普通にアジアでは売られているという、ある意味昭和のパチモンテイストが非常に漂うおもちゃですね。ということで、久々にお送りした山口敏太郎のパチモン天国。次回もお楽しみください。